ミルクサッカーアカデミーでございます。井上真と申します。ノーミルク佐藤です。さあ移籍会でございますけれども、先生、今度は12月のまとめ、関東編でございます。ついに関東まで残ってまいりましたね。関東まで来ちゃいました。はい、皆さんのお耳で楽しんでいただきます移籍情報現状のまとめを行っておりますけれどもね。はい、どのチームから。いや、もうここはね、相模原からいきましょう。相模原、はい、相模原いきましょう、うん、まずは、大石選手が藤枝、うん、はいはい、行って、はい、でちょっと面白かったのが、はい、キーパーの田中雄大選手が秋田行ったんですよ、うん、秋田ね、はい、はいはい、これでですね、うん、ついに起こりました。同じチームに同じ同姓同名の選手が所属です。あ、田中雄太選手、田中雄大、田中雄大、そう、一緒なんです、いるんですよ。これで面白いもんだなと思って、うん、そんなことが起こりました。雄大雄大ってね、大変でしょうね、その辺ね。そうなんですよね、うん、いやでも相模原も結構アウトもね、キーマンが抜けますね。そうなんです、特に丹羽選手抜けたのが大きくて、ね、はい、J3 のね、ミルアカのアワードでも出させていただきましたけど、ね、地上戦のデュエルといえば彼だっていうところがあったのですが、うんうんうん、ちょっとっていうのが、はい、ただその代わり山形から田村選手取ったので、うんうん、最低限そこは補填はできると思うんですよね。そうなんです、うん、であとは、原田岳選手が、キーパーですね、はい、マリノスからのレンタル延長になったので、はい、まあ、キーパー枠もどうにかと、うん、はい、あとは若手メンバーが来季はちょっと台頭してくるんじゃないかと思いますので、うん、松岡ジョナタンだったりだとかね、そのあたりも含めて、もしくはあと、U18 から来た中村選手だとか、うん、あとは大卒組ですよね、はい、が、まあ、躍動してくれるんじゃないかと期待してはおります、うん、はい、続いて YS いきましょう。 YS、はい、YS が大変です、うん、浅川選手が熊本に、お、はい、行き、そして、川野選手と奥田選手が水戸に、うん、まあ、ある意味個人昇格という形になりました。結構なんていうんですか、こう前志向の攻撃陣がね、ねえ、行くことになりまして、アウトになりますけれども、はい、で、はい、そして、大きいなと思ったのが、うん、キーパーが来季定まります。おそらく、はい、横浜 FC から年代別代表の経験者大内選手が入ることになりまして、これはね、もう盤石なゴールキーパー、これドンと構えられるんで、これ大きいなと思いました。そしてね、あの慣れてますしね、横浜にも日発にも慣れてる。そうなんですよ、うん、そしてあと面白いのが、花房選手琉球から、鳥取から池川選手が入るのプラス、東京 23FC から温泉選手が、音泉と書くんですけど、はいはいはい、入ったりだとかで、なんかちょっと新たな取り組みが始まってるなというところ、はいはいはい、が見えたところではありますね、うん、なるほどね、うん、で続いて、はい、J1 いきましょう。 J1 湘南がね、湘南ですよ、かなりな入れ替えです。はい、湘南どうなのかなって、まあ、みんな気になってるところですよね、はい、はい、ただ一番大きかったのがまず、はい、山根美希、まあ、後ほども出てきますけど、はいはいはい、川崎に行きます、うん、ただその代わりその川崎から、うん、真渡選手がやってきます。はあ、そうか、はい、なるほど、やってくることになりました、で、そして菊池俊介選手が大宮に行っちゃいます、うんうん、はい、まあ、去年は石川選手が持ってかれたところもありましたけど、うんうん、まあ、似たような形の移籍にはなっちゃいましたね。ただボランチ、まあ、中盤の真ん中タイプの選手が一人抜けて、うんうん、どうしようと思ったんですが、なんと鳥栖から福田選手がやってくるということで、はあはあはあ、まあ、これでそんなに遜色はないかなと、うん、でさっきの、山根選手で考えたら、はい、サイドもできるしセンターもできるんですよね、うん、バックとして、うん、そしたら今度は仙台から大岩和樹選手が取ったということで、はい、なんか湘南、うん、うまくやってるなと、ナイスマネジメントをかませてますね。そうなんですよね、あとはレンタルバックで来た選手だとか、うん、まあ、石原選手とかですね、はい、あとそんな石原つながりで、このベガルタ仙台から石原直樹がやってきたり、これはでかいんじゃないですか。これでかいですね。でさらにガンバから来季の守護神候補の谷選手、うんうん、獲得、これはでかい。で札幌から U22 日本代表、うん、岩崎優とか、出たこれでかい、はい、これ超でかい。これちょっとね、前線とシャドウの感じが見えてきましたね。そうなんですよ、うん、でもともと野田選手とか山口選手とか、まあ、それこそ湘南も結構人数抱えていたところではあったので、人数抱えていたところが全体的にすっきりするぐらいの移籍になってるなというのが今年の印象ではありますね、うん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 、であとはすっきりしないというか、ね、ある意味若手がまた増えてるところがあるので、うん、はいはい、まあ、なんかやっぱり湘南がその成長チームにやっぱりなっていくのは変わらないのかななんていうふうに思ったりだとか、うん、はい、あとは山口から三幸選手も取ったので、うん、まあ、中盤のパサーもいる状態ですし、なるほど、あとは三月金子と、ね、うん、たくさんね、そのボランチラインなんてのは結構多いですから、そうか、あとは杉岡がどうなるか、うん、
どうなんでしょう ね鹿島なのか海外なのか、うん、まあ残留なのかで考えたら残ることはあんまりなさそうですか、まあ、どうですか。いや僕あるのは、うん、夏まで残るはありなんじゃない。あオリンピックまでね。そうで それを踏まえて海外移籍の方がなんか流れはすっきりしてるんじゃないかなって。その線が強そうな気はしますね。そうですね、鹿島に行って夏移籍ってことはないと思うので、うん、まあそうですね、はい、なるほど、はい、となっております。わかりました。続いて、うん、はい、マリノス。マリノス。マリノスがすごいですね。チャンピオンチームですから。まずは、中川和樹選手が京都。李忠成選手も京都、はい、で杉本大志選手が岩田に行ったりだとかもあるんですけど、やっぱりスタメンクラスの移籍っていうか移籍のアウトはないんですよ。そうですね。そう、はいはい、だからあとはもう来季見据えて ACL 組というかもう全体的にレベルアップすればいい。上積みしかない。そうなんです、うん、で徳島から杉本、はい、と梶川か、うん、キーパーですね、うん、あとセレッソから水沼、金沢からディフェンダー山本を取り、はい、そして今年は大分にいた同いウアド選手をまあ浦和から獲得して、うん、山口から前隆行、うん、これはすごいですね。タレント豊富だな。であとは琉慶から帯パウエル帯に取って、はい、京都からは銭湯、うん、であとはチアゴマルチンス、そしてティーラトに関してはレンタルで来ていたところではありましたけど完全移籍可になったので、これはでかいね。もうちょっと取るポジションはほぼないというか、なるほど、ボランチだけどうしても木田選手、荻原選手の次がまだそんなにこういないから渡辺康太かなぐらいな状態なので、もう一人だけ取れればでかいかなと思うんですけど、まあやるにしてももうそれ以上はないでしょうね、はい。なんかシティグループはね、このがっちりとしたこの国際検索システムみたいなのを使っているみたいですもんね。そう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 、スカウトの量もちょっと別口だっていうところもあったりする、うんうんうん、これはちょっと、なるほどね、すごいですね。オビパウエロビンナ選手ちょっと期待なんですよね、ちょっと見たいな、ね、うん、続いてでございます、はい、今度は川崎フロンターレ、はい、阿部寛之がね、うん、名古屋に行きまして、はい、うーん、そうですね、どうなりますか。これがちょっとでかいですね、うん、でさらにはマニーニョが横浜 FC、うん、真渡りが湘南、うん、であと知念が大分にレンタル、そしてセカンドであった新井翔太選手、はい、千葉ですね、千葉に行くことになったので、うん、ちょっとだからベンチ層が一気にごそっと、確かに、うん、その辺のところも補っていかなきゃいけない中で、中で、うん、ただよく考えると、うん、どうすんのって思ったけど、うん、そもそも来年で2列目相当いたんですよね。いただって旗手と三笘が、ああ入ってくるからね。そうか、そうなんです。 U23 日本代表クラスの選手たちが、はいはいはい、そういうのが強いよね。即戦力が入ってくるからね。そうなんです、うん、いて、で宮代が帰ってくるので、はい、宮代と知念がある意味同じ枠で考えて、で、阿部寛之と赤崎っていうところでの枠で、うん、まあ、ある意味旗手三笘と考えればそんなに遜色がなく、はい、新井がいなくなったけれどもその代わりセレッソから丹野選手が入ってくることによって、うん、ここもセカンドゴールキーパー枠は維持されている。はい、でさらに言うと、うん、今度はそれプラスだと、うん、先ほどの馬渡選手と山根選手のところがある意味トレードのような状態になっているので、うん、そんなに問題なくないかと、ね、むしろディフェンダーで東海学園大から神谷選手がやってきたりだとかがあるから、うん、むしろ上積みの方が川崎は多いんですよ。はいはいはい、まあ、安倍選手確かに大きいなって思うけども、うん、いることによって若手がね出られないっていうことになりかねなかった部分はあるので、うん、これは良かった移籍になるんじゃないのかなと。元々のビッグネームがちゃんと残留して、うん、そしてこの若手もね、ピカイチが入ってきてますから、はい、これなんかバーンっていうニュースがない分ねあれですけども、うん、これはいい感じになってるいい感じじゃないかなと思いますね、はい、続いて、うん、すいませんここが抜けてました、ごめんなさい、はい、ヴァンフォーレ甲府、甲府甲府がね、うん、ちょっとやばいですね、はい、今のところ見てしまうとやばい、はい、うん、一見するとの話なんですけど、うんうんうん、里和が大分へ、はい、湯沢福岡、うん、曽根田と宇高が京都へ行き、そうなんだよ、森が山口と、はい、たくさんいろんなアウトが出てしまってる状態、ね、うん、しかもアラーノまでいなくなるということで、あ、そっか、最前線はみんないません、はい、はいはいはい、はい、その分、はい、その分来季入ってくるのが、うん、まあ、FC 東京、まあ、今年は愛媛にいましたけど、うん、野沢選手とか、はい、あとは岡山から武田選手、うん、あと群馬からまあゴールキーパー、小泉選手が完全移籍か、はいはいはい、あとはマリノスから泉沢選手がやってくるという状態ではあるんですけど、うん、スコアラーがまだいないんですね。そうだね、イメージ的に豊かに変わるというなるとね、アラーノとかに変わるとなると ね、うん、でもただですね、来季はあの甲府一気に、はい、あのお金縮小なんですよ。甲府？そう、あら、あのトスト甲府に関しては来季一気に現場の予算が
落とされるので、トスも、はい、若手に切り替えるしかないんですよ。これどうしてまた、まあ、育成に切り替えるっていうのもあるんですよね。なるほどなるほどね。だから一見すればいっぱいいろんな人いなくなったって思うけど、はい、その大半見てみると、うん、結構ベテラン組なんですよね。だお金としてはちょっと正直かかってた組というか。なるほど。そっか。これだって誰が考えても分かりますけど、うん、歌かが安いわけね。まあだよね、うんうん。そうなんですよね。そうかそうか。でちょっとあれかトップチーム的にはディフェンシブというかあの現状維持ぐらいにしといて、はい、ってことよ ね、 そうですね。現状維持ぐらいの結果なら最高と。そうですね。そしてどんどん育成の方を育てていこうというっていう方針なので、まあ、ここはまあまあまあとだからレンタルで入ってくる組とかは結構いるんじゃないのかなといったところでもあるでしょう。はいはいはい。そっか。で続いて横浜FC です。横浜FC ちょっとやっぱり面白いですね。まあ、注目は集まりますよね。どうしたってね。まあね、とか何よりもなのが、はい、本当は今年2020年がルーキーだよってまず松尾雄介がいますからね。あ、はいはい、そうですね。そこから始まるんですよね。出ちゃってはいましたけどっつってね。そうそうそう。うん、そして一味。うん、そうですよ。一味が来ましたね。だから松尾斉藤幸喜あたりから一味へのパスが生まれたりだとかね。でそんなことがあったりだとか、あとどうしてもあと、はい、J2 では中村俊輔、松井大輔、はい、あのあたりがボランチをやっていましたけど、そうでした。正直ボランチの展開役他に誰かいないのかと言われたらいなかったんですよね。だからやっぱり横浜 FC といえば下平監督、はい、ということで柏レイソルから手塚康平を獲得。おさらには、柏の U18 から、うん、岩木 FC、まあ、琉球を通じてあと岩木 FC にいて熊川選手を、はいはい、もうだいぶのステップアップで獲得することになりましたと。でただその代わりアウトも多くてですね、その中で問題なのが北爪選手、うん、今年我々すでにあの横浜 FC の台所事情シリーズじゃない、はい、ごめんなさい、通信簿シリーズ、通信簿シリーズ出て、うん、出しているんですが、そうですね、の MVP、はい、去年だから横浜 FC の MVP だった右サイドバックの北爪健吾選手がそんな柏レイソルに行くことになってしまいました。はいはいはい。まあ、ある意味では北爪と手塚のトレードにという形にもなったのかなと。でマギーニョ取れたから右サイドバックはそこでどうにかなるし、取ってきた熊川選手もいるから、まあ、大丈夫って判断ではあるんでしょう、はい、おそらくは。その代わり、うん、中盤のそのね、ゲームメーカーが欲しいってことで手塚選手との、まあ、トレード的な形になったんじゃないのかなとは思われますね、うん。で続いて、はい、続きいきましょう。今度は町田です。町田富樫啓真が長崎、うん、ロメロフランクが新潟、うん、などなどいろんなことがあったんですが、はい、そうでしたね。はい、その代わり帝京長岡から春山美咲、うん、であと FC 東京から、はい、広末陸、そしてガンバから高江レオとやってくるので、うん、いいじゃない。そうなんですよ、うん、ディフェンダーが そんなに減らず、はい、若手の有望株のキーパー中盤、そしてフォワードがやってくるの で、 いいですよ、ね。であとはもうメディアはアベマ TV がありますから、はいはい、まあ、これはいいんじゃないかなと、うん。あと強いて言えばただロメロフランク分がでかいかなと、うん、中盤でその剥がせるプレイヤーが減ってしまったので そこが問題です、ね。ちょっと変化をつけるようなね。そうですね、うん。あとキーパーが、増田拓也選手が広島に帰り、はい、うん、そしてサードのキーパーだった渡辺健太選手が福島に行ってしまうので、うん、今一人しかいないんですよ、うん、福井選手しかいません、はい、そこに 広末選手がやってくるから、うん、でも二人しかいないんですね、はい、だからゴールキーパーはまだ増えるし、あと中盤の選手はもう一人二人は増えるんじゃないかなというのが町田の状態になっております、うん、はい。で気になるのがヴェルディなんです。ヴェルディ、はいはい、続いて、うん、ヴェルディなんですが、コロラド AC から来ていたバウ・メルソン選手が、はい、まあ、満了で期間、そう期間で満了な感じになるのと、田村選手が、はい、まあ、引退で、あと鈴木選手、うん、ゴールキーパーが岩手に行くのはあって、はい、でその代わり入ってくるのがユースから来た4人プラス、はい、今治から帰ってくる中野選手だけで、ほう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 、インがないんです。なるほど。でまあ、このヴェルディエースからのインっていうのはちょっとワクワクする要素で僕的にはあるんですけど。そうですね、あのね、あの戦力というところで言うと世代的にもうちょっと欲しいなのかっていうところですね。そうなんですよね、うん、もうちょい多分増えるとは思うんですが、ただ今のところは特に音沙汰はないということで、1月にすごいの待ってるんじゃないですか。待ってるでしょうね、うん、ちょっと楽しみで。外国人も一人あるでしょ、これ番組あるでしょうね、うん、はい。続いて、はい、そんな東京つながりで FC 東京です、はい。岩田から阿大宇と、うん、
これがまず一番でかいですよね、はい、で FC 東京ただそれ以外に動きがないんですよ、うん、大学明治と法政からそれぞれ阿部紺野、まあ、ボランチタイプとサイドアタッカータイプを獲得し、はい、あとはユースからキーパーの野沢大志ブランドンとサイドバックバングーナガンデカシーフセンターバックの木村誠司が入ってくる。あとは明大から中村穂高サイドバックですね、はい、あとは今年もいた、アルトゥールシルバが完全移籍化になってっていうのはあるんですが、ね、はい、まあ、正直 U23 若手組の補填と、うん、あとはプラスアダイウトンという状態なので、あれトップチーム帯同型の選手どんだけいるのっていうのがちょっと今のところ不安着な。なるほどね。そうで、センターバックも山田選手が今度金沢にレンタルっていうことにもなったり、広末選手が町田行く、ユインスがそして韓国帰っちゃったとかもあるので、うもうちょい人は取るんじゃないかと思われますが、まあ、何人かすでに振られているって話は聞いたことはあるんですけど、まあちょっとあと 3,4 人欲しいなといったところではありますね。はい、はい、でそんな FC 東京よりも特にまだ噂が特にない、はい、噂というかまだ加入の話が特にないのが浦和レッズですね、うん、浦和レッズインがですね、はい、移籍としてのインはレオナルドのみ、はい、でプラス新加入で言ったらプラス武田秀俊青森山田ですね、うん、のみとなっていて、アウトに森脇亮太で岩立茂木、はい、オナイウアドとなっております、はい、ただ茂木選手とオナイウ選手に関してはすで、うん、に今年そもそもいなかった選手ですし、はい、でさっきあとは大分から伊藤亮太郎選手も一応は帰ってくるみたいではあるんですが、やっぱり今年そんなに大きな戦力になってなかった組がただ単に満了になるだけなので、なるほど、はい、うん、あとはただ浦和の今の順位から考えれば、まあ、戦力補強っていうのが一番かと言われたらそうじゃない気もしますけど、とはいえちょっと選手今のところやっぱ寂しいですよね、移籍の噂がないっていうところも。レオナルドはねバンってちょっと話題ですけどね、我々の中ではそうですけど、うん、ただワントップのフォワードで考えると興梠、レオナルド、杉本健佑と、はいはいはい、3人どう使うのかなっていうこと。そうです、だからこれオナイユの、ね、オナイユがこの浦和離れたっていうのは正しいと思うんですよ。これでオナイユいたところで、そうか、そう同じセンターフォワードタイプで、じゃあ2トップで並べるとしても結局2人はベンチなわけだから、で、ね、で ACL 戦うわけでも来季はないので、出場機会数そう詰めないから、はい、まあちょっと4人いなくてもいいよねっていうのはありますよね。続いて、はい、J2、 J2 大宮アルディージャと行きましょうか、はい、大宮アルディージャ、うん、大宮もかなり変わっていて、バブンスキー、シモビッチ、ファンマ出ます。出ちゃうんだね一気にね。出ます、うん、そして清水慎太郎選手、菊池康介選手、そして塩田選手、大前選手と、うん、まあ、この大宮をこうね支えてきたメンバーがみんな一気に、そうですね、もう顔ごっそりすごい変わる感じですね。そうなんですよ、はい、ただその代わり湘南から菊池選手がやってきたりだとか、うん、あとは長崎から尾長選手がやってきたりだとか、うん、あとは水戸で結果残した黒川選手が帰ってきたりだとかするので、うん、まあ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 、そうですね、若手にだんだん切り替わっていくだけなのかなというところは見えます、うん、はい、あとはそのね、シモビッチ、ファンマがいなくなってどうすんのよとなってたところに、セルビアからそれこそセルビアリーグの得点を、うん、ハスキッチ選手がやってきます。ハスキッチ、そうなので、まあ、第2のファンマ、うん、第2のシモビッチがやってくると思っていただくといいんじゃないのかなというところですね。そうなんですよ、ここちょっと面白そうです。はいはいはい、続いて柏レイソル、うん、はい、柏が今年はね獲得がやばいので、うんうん、先ほども名前出た、ね、はい、右に北爪が入り、そして川口直樹も同じように右に入り、うん、でセンターバックに大南と高橋裕二、はい、左サイドバックに三つ丸が入り、でボランチもできる、フォワードバックとして神谷選手が入ったりだとか、あと同じくボランチに豊島が入り、でサイドにマテウス・サビオ、仲間隼人、最前線には小屋が入ると。これは相当入りましたね。であとは若手メンバーたちはレンタルでみんな出したという状態になっているので、はい、そういうことですね。もう柏はだから次に向けて、まあ、新しい形ですよね。コンセプトはどういうところなんですかね、これパッとここまで分かるコンセプトは。いや分かるのは、うん、3チーム作ってますよね。ですよね、うん、3チームというか、まあそうですよね。このね3チーム意図があるんですよ、うん、実は若手メンバーをこんだけ出したっていうのは何か、はい、外に出してしまったアウト、そう、うん、そう。ただあれ、そういえば柏ってユースめっちゃ強いけど、あれ U23 チームって持ってないよね、うん、と、うんうんうん、
ガンバもセレッソも東京もやってる U23 チームですけど、はい、おそらく来年で終わりなんじゃないかと言われてます、うん、ってなると再来年からは U23 チームなくなる。ただその代わりなんか U21 用のプログラムがなんか始まっていく、うん、はい、その時のためにもうレイソルはスタートしてるんじゃないでしょうか。ほうほうほう。そうというのはおそらく若手メンバーをいろんなところに出して成長させる、ね、プラス連携力を高めておいて、ほ う, ほ う, ほ う, うちの選手化しますので、ね、そうそうそう、そういうことをのチームとの連携のちょっと厚めにしてる、その可能性はあるんじゃないかと。なるほど、ね、でそこで育ってくれればあとは自分のところで戻してそのまま活躍させるってこともできるだろうし、 それでいわゆる芽が出ないのであれば正直人としてはもうあれなので、じゃああとはみんなそれぞれで頑張ってというところですね。であとはレイソルの中としては、はい、やっぱり現状これだけのメンバーが入ってるって見えるかもしれないけど、これで優勝争いとは考えてないと思います。はい、おそらくはカップ戦目、カップ戦でというかそれこそ中にはほとんど今までの歴が J2 だっていう人も多いっちゃ多いので、そこでいろいろ戦わせることによって、はい、カップ戦だとかも戦わせることによってより競争意識、競争原理を招いておいて優勝を目指していくと、だからリーグメンバーとカップメンバーを分けたりだとかなんかそういうことも起こってくるのかなっていうふうには思いますね。なるほど、はい、わかりました。そして次、はい、今日のここもラストにしましょうかね、千葉、はい、千葉でございます、うん、センターバックベラスケスが、ワトフォードに帰ったりだとか、広島に茶島が帰ったりだとか、まあ、レンタル系が多いなというところはありまして、その代わり来季用に結構本気のメンバーが揃っております。米倉がガンバから完全移籍で加入、 そうですね、そして新井が名古屋から完全移籍で加入、同じようにクレービも結局は完全移籍で、フリーで田口大志を岩田から取り、山口から山下取って、ユースから桜川ソロモンを上げたりだとか、まあもうちょっと本気の陣容が千葉を見て取れるので、来季は久しぶりにプレーオフ圏内というか来るようなメンツを仕上げてきてるんじゃないでしょうか。なるほど、ということでございました。千葉が本気に狙いに来てるって噂が出ますもんね。はい、以上でございます。はい、というわけでね、この後もどうなっていきますでしょうか。先生に言いますとね、まだ大きなのがまだ動いてないっていう、ね、ありますからね、ありますから続々ご続報をお待ちいただきたいと思います。移籍情報をね、南から徐々にまとめていってる今の時点のものをね出していきますので、ぜひね、はい、耳で楽しんで、お忙しい中ね楽しんでいただきたいと思います。ということでチャンネル登録できたらしていただけると嬉しいです。お願いします。井上真央でした。直美の佐藤でした。先生ありがとうございました。ありがとうございました。